あ、すいませんすいません、 TikTok 見てました。すいません、全然笑ってなかったですね。すいません。影井だよ、ひろきだよ、影井ひろきだよ。はい、のんぴー系、今回は私いつの間にやら化粧男子なのですが、顔のパーツの中で大事な部分ってどこかわかりますか？皆さん。そうです、眉毛でございます。今まで私ちょっと明るめの茶色い眉マスカラを使っていたんですが、ピンクの髪にその色は合わないってよく言われるんですね。なので私見つけちゃいました、ピンクの髪に合う眉マスカラを。てーんてれーんてってれてってんてってん、アイブロウカラーマスカラのピンクでございます。これ見てちょうだい、これピンクの眉マスカラなんです。で、眉毛を脱色しなくともピンクに染まるってことなんで、ピンクの髪にはピンクの眉マスカラを。影ちゃんはそう思ったので、今から眉毛をピンクにしていって似合うかどうか試していきたいと思います。え、ネタがしょぼい？編集と雑談でどうにかする男、どうも影井ひろきです。それではやっていきます。ポポ浮気した。はい、塗っていきます。ほら見て、ピンクになるわけ。ほらめっちゃ薄ピンク、ほらめっちゃ綺麗になるじゃん。ほらもう暑い、ここマジで。聞いて、僕自分の部屋がなくって19年間、それで今ここ撮ってるの、実はお父さんとお母さんが寝る部屋なんですよ。お父さんとお母さんが寝る部屋で毎日こんなことやってんの。しかもクーラーがないの、ここだから。もう扇風機だけでやってるの。襖の前で扇風機を当たりながら YouTube を撮ってるやつがどこにいるんだっていう話。もうお金ちょうだい。めっちゃ綺麗じゃない？あ、なんか今日めっちゃ綺麗になるわ。はい、右側塗りましたよ。こっちが塗ってるパターンで、こっちが塗ってないパターンなんですけど、どうですかね。奇抜感出るよね。奇抜感が果たして鳥取にいいのやら悪いのやら。左側も塗っていきます。もしも願い一つだけ叶うなら自分の美しさ。あの、皆さん、ここのね、ここのムダ毛ってどうやって剃るの？え、剃るの？これって抜くの？剃るの？もうちょっとで夏祭りです。もう夏が来ました。はい、プール一緒に行く彼女いません。はい、花火一緒に行く彼女いません。あー、下駄の紐切れちゃった。いいよ、俺がおんぶしてやるよ。できません。こうやって日焼け止め塗ってさ、彼女の、あ、こんなとこにほくろあったんだね。やだ、見ないでよ。聞きたかった、聞きたかった。濡れたんじゃない、そろそろ。あ、そうそうそう、ちゃんと美容的なこと言わないとね。あの、最初にこっちの逆側に塗った後に、その後に眉毛を揃えるように、その生えてる向きに塗っていくと綺麗に塗れる気がします。私は見えまするか、これ。ちょっと待って、もう待って、ちょっとこれ文句もう一個言っていい？僕ね、これこの電気スタンドだけでね、あの YouTube 撮ってるの、いつも小1の時におばあちゃんが買ってきてくれたやつね。で、しかもこれ撮ってるの携帯、超低予算で YouTube 撮ってます。自分でお金を貯めて MacBook Pro 買うね。 MacBook Pro で、あの円形のね、円形のライト買うね。あの光当たってね、めっちゃ可愛くなるの。よいしょ。はい、ということでピンクになってますか、これ。いかつくね、こうやってやったら。まんじゅう、セッター、セッター一刻は免許証を持ってません、買えないんすかみたいな感じに なってない。これ髪を下ろしたらいい感じになるんじゃないの、これ。漏れてる、これ漏れてるかな。はいはい、漏れた。はい、かわいい。はい、超絶かわいい。ってことで、今回は眉毛をピンクに染めて、ずーっと文句を言ってみたという動画になりました。あー、面白く編集できるかな、ちょっと怖い。お願い、再生回数最近少ないからお願い見て。今回はこの辺で、それではバイチャミー。大人じゃない乙女です、泣いたりだってしちゃいます。女の子って魔法で作られたの。好き好きす、ふわふわふ、こんな気持ち、メロメロディー。夢だけど夢じゃない、お願いね、マイメロディー、マイメロディーちゃん。